1年は365日、もしくは366日あります。何気なく過ごしている毎日の中には、いろいろな記念日が制定されています。今日は何の日と題して、簡単ではありますが記念日などをご紹介していきたいと思います。今日は何の日？9月5日、国民栄誉賞の日。プロ野球通算ホームラン数756号の当時の世界最高記録を打ち立てた王貞治氏が、日本初となる国民栄誉賞を受賞したことにちなんで制定された記念日。国民栄誉賞は前人未到の偉業を成し遂げ、多くの国民から敬愛され、多くの国民に夢と希望を与えた人に贈られる賞とされており、個人団体など関係なく選定対象となっています。国際チャリティーデー。マザーテレサの命日にちなみ、国連議会で9月5日に記念日が制定された国際デーの一つ。マザーテレサが行った数々の慈善活動は、慈愛の精神、思いやりの心、寛容な振る舞いなど、チャリティーの言葉を形容するにふさわしいことから制定されており、例年9月5日はボランティア活動、慈善活動の重要性について再認識するとともに、マザーテレサを偲び、貧しく弱い立場にある人々のために行動を起こすべく、さまざまな呼びかけやイベントが世界中で展開されています。クリーンコールデー、石炭の日。クリーンコールの語呂合わせにちなんで、日本鉄鋼連盟、電気事業連合会、日本石炭協会などの計8団体が合同で9月5日に記念日を制定しています。エネルギー源である石炭は、他の化石燃料に比べて二酸化炭素の発生量が多いことから、有害物質をさまざまな方法で取り除き、効率的に使うことで地球環境に配慮した技術を促進させ、中長期的視点での石炭汚染の緩和に取り組むためのクリーンコール活動が全世界で展開されています。この他にもまだまだたくさんの記念日があります。あなたの気になる記念日はありましたか？明日も気になる記念日をご紹介していきますので、お楽しみに。明日は何の日？今日お誕生日の方、ハッピーバースデー。